皆さんこんにちは、パズドラユーザーのスプリングマオです。今日紹介するパズドラグッズはこちら、ヴァンパイアとヴァンパイアロードバージョンです。イエイイエイ。実はこのヴァンパイアロードとヴァンパイアヴァンパイアバージョンのストラップの前に、はい、大人気だったこのね、ヴァルキリー&ワルキューレバージョンっていうのがあったんですね。それも2個セットでしたよね。そうです。これのヴァンパイアバージョンがなんと出ました。これもまたヴァルキリーの作ってくれ、描いていた同じイラストレーターさんで、ちゃんこさんという方の描き下ろしのイラストになってます。おすごい可愛いよね。可愛いですね。このさ、なんていうの、可愛い二頭身ぐらいです、ね、そう、このテイストがすごい可愛いなんです。ちょっと開けてみましょうね。はい、じゃん、2つです、ね、ストラップのパーツがついているんですね。はい、おお、このような感じですね。だいたいね、 iPhone のね、3分の1くらいの大きさかな。デフォルメされたこの可愛さがポイントですね、ちゃんこさんのは。はい、で、このストラップなんですけど、はい、このストラップパーツを外して、よいしょ、この引っ掛けるパーツ、はい、ブラブラ、この状態だけにもできるので、ファスナーのね、端っこのところにつけたりして活用することもできますよ。ポーチとかにもつけられるんですね。そう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 、はい、私ヴァルキリーのやつを、はい、iPad ケースのジャックのところにつけて使ってます。はい、ヴァンパイアロードとヴァンパイアのラバーストラップセット、気になる方はパズドラをチェックしてみてください。バイバイ。